ます。ゼッケン44番松田選手 Z400、沖縄から来ました帰りが心配ですとのことでした。はい、気をつけて帰っていただきたいです。できれば、トロフィー持って帰っていただきたいなと思います。そしている間にもゼッケン43番小川選手が合宿所を抜けて今を1分56秒646という結果でした。松田選手、つい最近トライ1シードに、昇格したということで、沖縄からやってきた期待の資格ですね。はい、回転が早いです。次ゼッケン45番門口選手ゲームよろしいでしょうか。では始めます。ゼッケン45番門口雄一選手 KDX250 です。初参加、とりあえず完走を目指します。ゴールを終えられるかなとのことでした。そうしている間に松田選手、ガッツセクションをクイックに曲がって今ゴール。1分36秒737、1キロ目のタイムを縮めてきました。